はい、皆さんこんにちは、瀬戸遥です。本日はイーグルポイントゴルフクラブ様にお邪魔しております。私たち世代の方にはめちゃくちゃ激アツなコラボが本日開催されているんですけれども、早速お呼びしたいと思います。大親友の彼女の連れといえばこの方やって聞いたぜ。いい風じゃなくてひどい風ですよ。なんかどのホールも向かい風に感じてる湘南の風レッドライスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃハンデをもらってなんとか食いついてるって、はい、いや食いついてるどころか僕一打負けてますからしかも調子悪そうじゃないですか。調子悪いのに俺負けてるんですから。今実は4ホールレッドさんの方のチャンネルで放送させていただきまして、はい、またもやばい姿が広がってしまうっていう。晒してますね。晒してます晒して上手くなるんですよ。そうですね、うん、この勝負勝ったらちょっとレッドさんにいろいろお願い事しようと思ってますので、私世代の皆様ぜひワクワクしながらお待ちいただければと思います。ということは勝ったら僕もお願いしたいと思います、はい、まあ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 というわけで続きの5ホール、はい、こちらでお届けします。はい、よろしくお願いします。あまりにもこう思い詰めすぎて今日そうすごいいろいろ精神的なアドバイスをいただいてます、はい、もう雑にやろう。考え込んだらもうろくなことないんで。そうですね、考え込んだ結果ダメなんだったらそれはもはや考えない方がいいって。ここ長めのパー4なんですよ、はい、ティーショットが結構重要で。わーやばい、わー戻ってこない戻ってこい。ティーショット打つときに、はい、うん、これ気になんないですか。こんぐらいだったら気になんないですね。それ分かれますよね、気になるのと気にならないのなんか気にならねえのかっこいいなって思ってた時期があって、なんか上手い人とかよくあれやるから、それをちょっと俺も真似して中学生がかっこいいと思ってタバコ吸う感覚で始めました、はいはい、おお、いいじゃないですか。あ、球が浮きました。レッドさんのところで地上1メートルを這うっていうそういう打法ね、ちょっとね、スティンガーを打ってスティンガーをあ、出て出て出て、あ、出た出た、ナイスアウトですあ、出た出ました出ましたあ、危ねあ、ナイスフェアウェイです。ちょうどよかったね、8番アイアンで。おお、いい音。あ、ちょっともうちょっと左。いやいやいや、どこだ、バンカー入っちゃった。おや、私今一番得意クラブユーティリティなんですけど、今世紀最大のチョロをもうそれネガティブワードは言っちゃ、あ、そうだ、言っちゃいかん、言っちゃいかん大親友、大親友のクラブですよ。大親友のクラブですね。オッケーオッケー。あ、オーバーしちゃうかな、バンカーかなまああの辺ですよ。ですね、あの辺まで行けばもうまあまあまあチョロではない、十分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 。その試合とか出て、うんうん、レッドライスさんだってこう最後までバレない時とかありますか。バレない方が多いぐらいかも、結構バレないですよ。昼食の時お仕事何してるんですかってあ、ちょっと音楽関係のお仕事が難しいですね。じゃあ嫌な感じですけど、グリーンエッジぐらいに落ちればいいのかな。S でいきます、3打目。お、うまい。おお、おギリギリセーフということで、ピッチングで、はい、うまい。あ、全然切れないね。おー、あー下手くそだ私多分これ今日初めてのパーパットな気がする。あ、今日やべえ、やべえとか言っちゃった恥ずかしい、切れちゃったよ。惜しい、 OK です。お先します。やばい、このダブはでもこのボギーパットもちょっと怪しいですよ。ナイス、はい、ボギーですということで。ってことは何打差になっちゃうと3打差ですか15番ホールのパー5、はい、すごい池越えですねこれ。そうなんですよ。
ナイスです。ありがとうございます。完璧。あざす。レッドさんに1個聞きたいんですけど、うん、ゴルフやってて、うん、あ、一番楽しいなって瞬間っていつですか？ゴルフやってて一番楽しいなっていう瞬間、いや、なんか本当に真面目にやりすぎちゃうと、うん、楽しい瞬間が最近わかんない。あ、俺はね、多分ちょっとド M な部分もあるからうまくいかないのも楽しいしなんかどれっていうのがないよね、うん、なんか全部楽しいみたいな。結構どの角度からも楽しくてド M ですね。ド M なんこれで、あ、楽しいなってなってきたら、うん、ド M に目覚めた瞬間、ね、M に目覚めたっていう、開花したっていう、開花した、そう、なるほどなるほど。いや、結構 M じゃないとできないスポーツじゃないですか。いや、そうですよね、うん、いや、楽しくないって言ったわけじゃないんですよ。違う、その打ち込みすぎて、うん、その楽しさと苦しさが上回っちゃってる時が、あのバランスがややおかしいなるほどね。あー、うん、左。ナイストライです。あ、でもあれは。あ、残ってっちゃった。残ってっちゃった。5番アイアンで。はい。ナイスです。ありがとうございます。音がもうめちゃくちゃいい。いや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 。試合が6600ヤード。長いね。はい、挑戦するってなって、うん、やっぱり最初もう届かないと届かないとで、長いクラブばっかり練習したんですよ、うんうん、ドライバー、ウッド、ユーティリティ、うん、そしたら急にアイアンが、あー、なるほどね、打てなくなるタイミングがこう来て、最近もう逆に届かないんで、うん、無理すんのやめようって、うん、耐えるゴルフをした方が、そうです、って言いつつ朝一のホールで私4番ウッド持ってチョロしたんですよね。おお、ナイス。なんか最近こう林の土のとこから打つアイアンの方が打感と音がいいんですよね。おお、乗るんじゃないこれ。ああ、ダイレクトに行っちゃったね。結構奥まで行っちゃう。ナイスショットだね。8番。8番。ちょっと上げが強いんで、9じゃかったるいのかなと思って。ああ、上がっちゃった。おお。はい。はい。余計なことしなきゃよかった。これ、レッドさんのチャンネルと、うん、瀬戸春ゴルフのチャンネルでのクオリティの差がひどすぎて、うん、なんか自分のチャンネルはなんか撮り直してんじゃないかって、いやいやいや、思われる時あるんですよ。あ、そうなの？コラボとか撮ると。ああ。だいたい朝やらかして、うん、他の、コラボ先でそんなじゃなかったじゃんみたいな。自分のチャンネルだからそんな感じなんじゃないの。あ、バレてんじゃん。やめてくださいよ。52で。はい。おお。あ、強いかな。開いちゃった。あ、グリーン早い。惜しい。うん、ナイストライ。おお、切れて切れて。切れろ。同じ距離残りました。ナイスです。うわっ。ナイス、ナイスパー。取れたパーです。やばい。今日はあの一回も取れずに終わる日かなって思っちゃいました、朝。ネガティブだね。そうですね。こっから一緒にバックティーでね、試合に向けて。試合に向けて。残り何ホールでしたっけ？3ホール。残り3ホール。やりますか。やりますか。本当に本当に。やってみます。レディースティーじゃなくなった途端景色がやっぱりね。おお、ちょっとちょっと。今日一乗る。ありがとうございます。ちょっとちょっと。よし。何それ。よし。まずいな。本当にまずいぞこれ。練習通りの球が。7番アイアンでーす。はい。あ、引っ掛けた。やばい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 。バッカーやめろ。でもバンカーまで行
うん、大丈夫、うん、朝はすごい緊張してたんですけど、うん、すごいあの心が徐々に軽くなっていくっていう。ですか、はい、徐々に俺は重くなってきて結構グルメな感じが。いや、子供できる前は、うん、なんかお酒も好きだから、うん、奥さんと一緒にこう美味しいお店とか予約して行ってたけど、子供できてもほぼまあ行かないね。もともとお寿司とか結構好きでしたよ、お酒も飲んで、お酒も飲んで回しちゃって、まあまあ、そんな回さないですけど普段から回してるわけじゃない。普段は回さない、普段は回さない。ライブ中はめちゃくちゃ振りますよ。なんか肩とか大丈夫、こう肩大丈夫、多分振り続けてるから多分慣れてる、ね、逆にそう。あとでも手首で振ってるっていうのもあるもん振り方が うまいっていう。でよくリスト強いねとか言われるけど、多分これのおかげこれの、うん、58で58で、はい、同意語。あー左でかいよ、やばい、あー止まれ、これはやばいチャンスあのそうですね、人のこうあれを喜んじゃいけないですけど、チャンスって思っちゃいました。いいぞいいぞいいぞ、ナイスタッチ、ありがとうございます。おお切れる、あ強すぎる、です。結構グリーンも大きくて10フィートあるので難しいです。いけ、あー綺麗、お抱きします。はい、 OK です。です、あナイスパー、やばいんだけど連続2連続連続パーじゃんいやー騙されたわでもレッドさんのチャンネルだけ見て うん、くださってる方は、うん、何中ゲスト呼んできたんて多分なってますよって思われてるかもしれないですね、はい、です。いやでもこれを見てる方は俺のこと何中やつだって思わないですよ。いや思ってますよ前半あと2つになってきたんで、うん、めちゃくちゃ失礼ですけど、うん、チャンで差し上げましょうか。あもう全然失礼じゃないですよその言葉待ってたじゃあここまでのエブリは7打はあるけど、ここから残りの2打はなくなってプラス1個もらえるってことです。あ、わかりました、はい、それでいきましょ う, しょうじゃあオナーの方、オナーの方、オーナーっしょ、超えていきました。一番いいラインでいっちゃったじゃん、はい、あーガいやいや、でもこれ出すだけなんです、あっちいっちゃうと。まあまあまあ。まあまあまあ、ナイスです。これはやばいよ。池越えましたよ。私越えないと思いました、正直。次は、刻みで5遊でいきます。ナイス、ありがとうございます。完璧なレイアップです。ナイスアウトです。ありがとうございます。おー止まれ。止まれ止まれ。止まって。あー止まった。5-2 で、あー短いなこれ、あー惜しい、一番恐れている距離です。いいとこだ、花道からの50ヤードが怖いっていう。メトロノームでずっと練習してるんですけど、それを思い出して、あーちっちゃい、あ、ナイス、乗りました、ありがとうございます。58度で打ちます、はい、強い、あダメだ、ピンにそのまま入りそうな感じありました、ね、いやいやカチャンって打ちすぎちゃいました。おーいい転がり、入れ、わー惜しい、
もし。はい。先に失礼します。この距離を、安全に。ナイス。はい、ボギーです。うわぁ。うん、惜しい。OK です。ダボです。うん、ダボ ?1、2、3、7か。トリか。それ1打出してんの。1打出して、出して、手前で、ホーンの3パット。トリです。トリです。ボギー。ボギーです。でもハンデ1個もない。はい。なので、それで9。8? 9。それで9。最終ホールでございます。やっべえな。うん、よし、フェアウェイにいる。おお、ナイスです。バンカー行っちゃうよこれ。どこどこどこ、バンカー横、木が邪魔だよ。でもすごいツアープロの方よくコラボされるじゃないですか、うんうん、そういう時ってアドバイスもらったりする？あ、もうもちろん、もう聞きまくって。誰が一番良かったですか？いろんな方コラボされてると思うんですけど、ミクム君から習ったバンカーはめちゃくちゃ良かった。へー。でだからバンカー苦手だったら、その井川ミクム君とコラボしてるバンカーの回見てくれたら結構ヒントあると思いますけどね。見てみよう。確かに伝え方も分かりやすそうです、ね。うん、なんか上手、お話も上手だったし。ご遊で、どうせ3打なので、確率の高いクラブにします。おぉ。いい感じ、うん、いいとこに行きました。5番アイアンで。あ、当たっちゃった。惜しい。しょうがない。おお、ナイスです。ありがとうございます。いいとこ。うわー、お、カー上げ強。上げが強い。 A にします。ちょっと今フルショットあんましたくなくて、ショートでもいいと思ってると。これはいいぞ。あー、やっぱショートした。やや上げてましたかね。あー、出るかな。58で打ちます。はい。うわー、うー、惜しい。うまい。ナイスです。ありがとうございます。うまい。それはうまいね。それは大成功です。やべえな、これ。弱い。OK です。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。はい、ということで、9ホール使えそうでした。9ホールって何の話ですか？なんかしましたっけ？アプリハンデもらいましたけど、はい、なしいらなかったっていうね。だとしても勝っちゃった感じなので、そうですね。ご褒美ください。そういうことになりますよね。はい。はい。何をあげればいいですか？でも本当に中学時代からの青春の湘南の風さんということで、はいはい、ライブチケットください。あ、まあ、じゃあそれはご招待しますよ。3倍くらい欲しいです。欲しがりますね。あのチームセット春の女の子たち。あ、3人組ですかね。4人組なんですけど。あ、4人組ですね。できればどんどん増えますね。トーマネージャーさん。あ、なるほど。わ、はい、かりました。5枚ですね。みんなでトーマネージャーこれだけは練習していくんで。20周年で8月12日に、はい、横浜スタジアムやるんで、そちらにぜひ。はい。20周年。ありがとうございます。また後半も9ホール回らせていただくので、ハンデなしでね、やりましょうね。やりましょうね。俺もお願いなんか考えないとな。そうですね。次勝つ気でいかないとな。次回もこう期待という、はい、はい、次はレッドさんの方のチャンネルで、はい、後半の前半が放送される予定です。はい、はい、やらかさないように頑張ります。頑張ります。本気出すぞ。
はい、というわけで今回はレッドライスさんとの初コラボ9ホール前半私の勝利で終えることができました。無事にライブチケット5枚獲得です。後半の勝負もぜひ楽しみにしててください。チャンネル登録よろしくお願いします。